今ですね、熊本から石川県小松空港に到着して、で空港からそのまま富山のゴールドジムにやってきました。で、いろいろ予定はあるんですけど、とりあえず私ボディービルダーなんで、実はトレーニングして、そしてまたいろいろ行こうかなと思います。じゃあちょっと今からトレーニング頑張ってきますよ。見ててくださいよ。あちらにですね、今日のレンタルウェアです。レンタルウェア、ゴールドジム最高。撮影許可もらいました。いや素晴らしいジムですよ、この富山ゴールドジム。天井も高いし、今ハックスクワットやったんですけど、いいですね。やっぱり普段やらないマシンがですねいっぱいあるんで超楽しいです。今チェストプレスやってるんですけど、最高です。めっちゃいいです。次ハンマーのインクラインチェストプレスやります。これみんな大好き、ハンマーのインクラインチェストプレス。で今日はとりあえずですね、足、胸、背中、肩、腕全部やると思います。っていうかですね、僕いつも全部やるんですよ。だからいつもと同じルーティンです。次ハンマーのプルダウンやります。これも大好きなマシンです。このローイングのマシンがですね、今回僕が一番好きだなと思ったマシンでした。次はショルダープレスです。さっきローイングが一番いいって言ったんですけど、すいません、やっぱ今日の MVP はストライブのラテラルレイズマシンで。今トレーニング終わりました。お世辞じゃなくですね、これ富山ゴールドジム本当に最高です。なんかマシンのバランスがいいんですよね。すいません、ちょっとなんか偉そうですけど、ちょっとうまく言えないんですけど、最高です。じゃあ、今からちょっとシャワー浴びて、少し、さっぱりしてきます。ここビルの、5階なんで、眺めも最高です。ちょっと今日は雨が降ってて、あれですけど。今ですね、ゴールドジムでトレーニングして、で今回もお世話になります。シンボ様と一緒に、お昼ご飯食べます。はい、で今日のお昼ご飯はと言いますと、バーガーキングです。ここ熊本にないんで、ちょっといっぱい食べますよ。初めてのワッパーですよ。食べますよ。これめちゃくちゃ大きいです。わかりますかね、この大きさ。わ
今ですね、富山市内の農金カフェに来ました。でここはですね、農金カフェです。で農金というだけあって、多分店内は農金だと思うんで、突撃していきますよ。行ってきます。こんにちは。これはあの農金、農金要素発見。これはジュラシック木澤さんのカレンダー見つけました。これは農金1ですね。プロテインがめちゃくちゃありますよ。これ農金2です。トップビルダーのポスターとかいっぱい貼ってあります。しかも懸垂ができて、すごい。このアナトミートレイン、アナトミーチャート、そしてあれ、これ誰のサインだろう。僕のサインだ。これも納金100です。100いっちゃいました。じゃあ納金カフェの納金コーヒーをいただきます。美味しいです。いや本当にお世辞抜きで本当に美味しいです。なんとですね、農金カフェさんにはやっぱり農金なんで高タンパクソフトクリームがありました。ちょっと食べてみます。なんかさっぱりしてて、でもそのさっぱりがいい感じのさっぱりなんですよ。これは食べないと分かんないと思うんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。ここ農金カフェさんのサーキュレーター、これ見てください。この大きさめちゃくちゃ大きいですよ。これ45畳用です。初めて見ました。大倉さん、はい、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。また来ます。またお願いします。はい。はい。では今日の夕食は、野々市市の、若菜さんで、ちょっといただきます。連れてきてもらいました。じゃあ、若菜さんにみんなで突撃します。よし、行こう。こっちの掘りごたつみたいな感じの席で、はい、久々の再会戦祭、はい、半年ぶりに、はい、じゃあ乾杯、はい、お帰りなさい、はい、誰も帰りました。はい。これはちょっとすごい美しい。あら、カマツ味サワラです。これは何だろう、うん、これ味、うん、これ食べたいけど生姜ついてる。生姜たっぷりついたら美味しい。わ、美味しいです。本当に美味しいです、うん、これは金じそですね。金じそ、金じそっていうんですね。なんかキクラゲみたいな味が、うん、キクラゲだ、上の下の緑、キクラゲ食べたの。これですね、これが金じそなんですね。あー、できてる。うちは紫色だよね。キクラゲみたいな味だな。キクラゲ食べたらキクラゲの味するな。さっきのはキクラゲでした。生まれて初めて土壌の蒲焼きを食べます。本当だ、なんかうなぎの味濃いバージョンみたいな味します。超美味しいよ。
あ、おんちゃんも食べてます。じゃあ次は、白エビの天ぷらをちょっといただきます。わあ、美味しい。香ばしいですね。めっちゃ美味しい。しかも甘い。甘いだから。うん。甘いじゃん。美味しいね。いやー、本当に美しいですね。目で味わって、舌で味わう。これあの、うなぎのわっぱ飯です。すごい熱そうです。無限ループ。ホテルに到着しました。もう我が家のような安心感、貴族の部屋です。ここは貴族の部屋ですよ。今ですね、ホテルでちょっとゆっくりしてました。で、今日からですね、4泊する金沢グランドホテルなんですけど、今回で、3回目なんですよ。だからものすごいなんかこう、実家に戻ったかのような安心感あります。で、明日はですね、ちょっと午前中は、金沢駅と金沢駅の近くの神社に行って、で、午後からはですね、マッスルゲート北陸大会の会場の設営があるんで、ちょっとお手伝いしようかなと思ってます。で、あさっていよいよマッスルゲート北陸大会当日、私審査員をまた務めさせていただきますんで、頑張ろうかなと思いますよ。じゃあ今日はちょっと寝ます。おやすみなさい。